マゼッパは、ピョートルチャイコフスキーが作曲した、前三幕からなるオペラ。作曲は1881年6月から1883年4月にかけて行われた。リブレットは、アレクサンドル・プーシキンの物語しポルタバをもとに、ビクトル・ブレーニンが執筆した。当作品は、狂気の愛、誘拐、政治的迫害、処刑、報復殺人を扱った。 残忍な筋立てとなっている。舞台は18世紀初頭のウクライナ。主要な登場人物は、ウクライナコサックの兵士マンであるイヴァン・マゼイパと、非常に裕福なウクライナの貴族で、政治家のバシル・コチベエである。初演は1884年2月15日に、モスクワで行われ、その4日後の同年2月19日には、 サンクトペテルブルクでも当地初演を実現させている。演奏時間は全曲同士で3時間弱となっている。この内序曲は約6分。さっきの通り、リブレットはアレクサンドル・プーシキンが表した物語し、ポルタバが元となっている。プーシキンはロシア皇帝ピョートル一世がスウェーデン王カール12世を破ったポルタバの戦いを取材している。そして、 力強い登場人物と壮大な情熱を生み出すため、プーシキンはある程度自由に創作を行っている。例えばコチュベイの娘マリアがマゼッパと駆け落ちしたことになっているが、現実にはコチュベイはどうにかマゼッパから娘を守り切ることに成功している。コチュベイはマゼッパからの求婚から4年後に彼を皇帝へと突き出したのであった。チャイコフスキーははじめ、 1881年の夏に出版社に、対してこのポルタバを元にしたオペラの構想を伝えていた。それから間もなくして彼は、悲劇的な愛と政治的裏切りを描いた、このポルタバに取り憑かれ、たちまちのうちに幻想序曲、ロメオとジュリエットの素材を用いて4つの楽曲を書き上げて20章を一曲下書きしている。ポルタバを元に当作品の台本を作成した。 ブレーニンはプーシキンの死に忠実で台本にこの原作からの引用を多数散りばめたがチャイコフスキーは彼の仕事にあまり満足していなかった。登場人物に特別熱中すべきところがないと感じたチャイコフスキーは自らの手で大きな変更に取り掛かりプーシキンの死分をさらに加えるなどした。バシリー・カンダウロフが第二幕 第2話の混ぜっぱのアリアの歌詞に力を貸している。台本は幾度も繰り返し修正を施され、それは作品の初演後になっても続いた。オペラの中心に据えた恋物語に一番の焦点を当てることにしたチャイコフスキーは恋に悩む青年アンドレイという人物を追加した。美しいマリアに対する彼の報われない恋が彼女の悲劇的な運命を痛ましいものとするのである。 マゼッパという作品にはエフゲニー・ヨネーギンと多くの共通点がある。両作品が中軸に据えるのは若い女性であり、その人物の強い愛が彼女を破滅的な負の連鎖に陥れてしまう。1883年には作曲者の手によりピアノ伴奏への編曲が行われている。イッポリート・アルターに1887年撮影。 初演は1884年2月15日に、モスクワのボリショイ劇場にて行われた。式は、イッポリート・アルターに、舞台監督は、アントン・バルザル、舞台美術は、マトビッシュコフとミハイル・ボチャロフ、バレエマスターはレイフ・ワノフであった。4日後の2月19日には、マリンスキー劇場におけるサンクト・ペテルブルク初演が、エドゥアルド・ナープラブ・ニークの式で行われている。 どちらの講演会も舞台が華やかだったにもかかわらず、出演者の歌唱と演技の技能が不揃いだったために台無しとなった。しかし、聴衆の反応は温かく、少なくともモスクワでは批評にも優しさがあった。チャイコフスキーの弟であるモデストは、サンクトペテルブルクで作品が国評されたことを隠していた。そのことを知ったチャイコフスキーは弟に感謝してこう書き送った。 よくやってくれた。その事実は私を殺していたかもしれない。ピッコロ、フルートさん、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、トライアングル、タンブリン、スネアドラム、シンバル、オーダイコ、ハープ、ゲンゴブ。ありがとうございます。